皆さん、こんにちは。絵描きのレミです。本日はこちらの絵をご紹介させていただきます。はい。と、その前にですね、まずちょっとね、今度の個展の告知を先にさせていただきたいと思います。来月の6月1日から4日までの、木曜日から日曜日の間、福岡県飯塚市というね、町で、個展を開く予定です。はい。これに関しての、また、告知というか、細かい内容に関しては、また、別途、動画を撮らせていただこうと思います。はい。で、新飯塚駅という駅から徒歩10分の場所で行いますので、福岡県内の方、九州にいらっしゃる方、福岡の近くにいらっしゃる方、ぜひ遊びにいらしてください。はい。ということで、こちら、ご紹介していきたいと思います。こちらの絵、タイトルは、シャワーというね、タイトルをつけました。そう、アジサイさんたちがね、すごい綺麗な水のシャワーを浴びてる。で、なんかこう、雨だけじゃなくてね、これ光のね、シャワーでもあるんですけど、光が差しながらこう、雨が降っているみたいなイメージで、今回は描かせていただきました。ね、ちょっと数年前にもね、同じようなアジサイの絵を描かせていただいたんですけど、ちょっとね、どちらかというとちょっと遠目で見てるような横の絵なんですけど、今回はちょっとクロースアップして、一個一個のね、アジサイが、まあ、細かく見えるようにというか、雨の粒も大きく、そして光も差しているというような、ちょっとね、変更点を加えたというか、絵になっています。はい。そう。もう細かかったんです。これ描くのに、久しぶりにこんなに時間かけたなって思うぐらい時間がかかりました。2ヶ月半ぐらいかかったかな。そう。前回紹介した動画、紹介した絵の絵って本当に2、3日というか、まあ、4日間以内にはもう終わってるんですけど。まあね、そう、サイズもあるし、そう、だけど今回ほんと細かくて、そう、ぜひね、個展にいらっしゃった方はもう、こうやって見ていただきたい。本当に。めっちゃ時間かけたから。はい。まあ、あとね、それぐらいちょっとね、思いが、まあ、詰まった絵にもなったかなと思います。はい。こちらの絵のね、メッセージを先にご紹介させていただいてから解説に入ろうと思います。あとね、サイズは F10 サイズといって、横が53センチ、縦、あ、間違えた。縦が53センチ、横が 45.5 センチです。はい。はい。で、メッセージ。この絵のメッセージなんですけど、はい、読みますね。幸せに輝く雨のように、美しい言霊を浴びせよう。綺麗な水によって、美しい花を咲かせるアジサイのように、透き通った優しい言葉を、人と自分と、神羅万象なるすべての存在に浴びせていこう。というね、メッセージが浮かんできたので、書いてみました。もうね、感覚で書いてるからね、日本語ちょっとおかしいとこあるかもしれないんですけど、もし日本語ここおかしいよってあれば教えてください。はい、そう。今回のね、この、ま、雨と、ま、光。なんですけど、ちょっとね、美しい言霊をイメージして書いてみました。で、このアジサイさんたちは、まあ私たち自身というか、雨を降らせているのも、雨を降らせている光も、その私たち自身だし、このアジサイたちも自分たち自身というか、すべて、神羅万象というかさ、なんかね、というかさって、というか、はい、そんな感じです。うん。で、この、まあ、前置きに、この皆さん、水は記憶する。水は答えを知っているっていう、なんか、本って見たことあります。なんかね、知ってる方もちらほらいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、なんかアメリカとかでも、なんだろう、世界中にね、結構60カ国、30カ国、いつ、どれぐらいね、翻訳されたかわかんないですけど、世界にも広がったような面白い本があるんですけどね。で、私も結構面白いなと思ったのが、水ってね、記憶するんですって。そう。なんだろう。例えば、水にね、ありがとうとか、綺麗な言葉をかけたら、そのまま、なんかあれだったかな。凍らすんだったかな。なんかね、ほら、雪とかでも結晶があるじゃないですか。結晶
ができるんですけど、そういう風にいい言葉かけるとすごく綺麗な結晶ができるんですって。でも逆にバカ野郎とかなんかね、まあ私たちにとってもあまり綺麗じゃないなって感じる言葉っていうのをかけた後、水のね結晶ってなんかぐちゃぐちゃってなるんですって。どう見ても綺麗じゃないよねみたいなになるんですって。そうで、その時にで、それを研究してる方がいらっしゃって、でそれで本を出してるんですけど、そのね本の結晶がなんかすごい美しくてで、この話って、まあ、もちろんすごい前、すごい前の本だと思うんです。私が多分高校生大学生になるぐらいの時に見た本で、そうで、うん、でほらよくね私がお話をする、まあ、波動っていうものがありますよと、ね、まあ、波動ってね振動こうスピーカーとかで流す音とか色もね全部波動って言われてて、ね、波動って言われてて波動でこう見た時に虹がかかっているのも、物がこうやって震えて、これぐらい震えたら青で、これぐらい震えたら紫でみたいな感じで、こうどれぐらい震えてるかによって形が変わるんですよ。で、私たちも元はそうというか、その何が震えてるかというか、その震えてるものが形を作っているっていうのが、まあ量子力学の考え方そう、だから私たちは常に全ての一つ一つの細胞がプル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 って震えてるんですけど、そうで、その振動すらも実は私たちが生み出すことがもちろんできてね。そうで、さっき言ったその水の結晶、すごい綺麗な結晶に私たちの振動で、まあ、できるわけなんですけど、で今回ねこのまあアジサイさんたちにそのまあ綺麗なね振動の光がこう降り注いで、アジサイさんたち輝いてるんですよそうで、まあ、今回のこのメッセージで一番何が伝えたいかっていうと、こういう言霊とか思いとか、まあ、一番は言霊なんですけど、まあ、綺麗なね言霊をね、こう自分にもそう、物にもそう人にもそう、全ての現象にもそうに伝え、なんだろう、言霊を紡いでいくっていうのかな、ていくことってすごい綺麗なものを生み出すというか、綺麗なものにしていく、自分を、世界を、そのものを、森羅万象をっていうことにつながるなって思っているんですよ。そうそう、伝わったかな。そうやっぱりね、うん、昔ね、私すごいアメリカに5年半いたんですけど、アメリカ行ったばかりの時むっちゃ太って、あれね、あの時ね、私生活もあったと思うんですけど、あの頃って思春期だったんでね、やっぱり自分にね、めちゃめちゃなんかこう、可愛くないようなことをね、ずっと自分に言ってたなって思ってて、まあ時々ね、未だにね、こう仕事のこととか、家族、なんか、なんだろう、いろんなことで自分に対して厳しくなっちゃったりするんですけど、こう自分が自分に声をかけてあげることってすごい大事だなってね。よく私接客業の時とかにね、もう朝からにかってこう鏡の前でめっちゃ笑って、今日もいい笑顔みたいな感じでね、朝からやってたんですけど、やっぱりそれをやるのとやらないとではこう自分のモチベーションが違ったりとかね、いやー、いいぞいいぞ、今日もレミさん調子いいねーみたいな感じでね、朝からねやってたのをよく思い出すんですけど、そうね、今でもこう自分のモチベーション上げるためにね、あっ天才画家みたいなね自分に言うそう、面白いでしょ。そう、何でもいいんです、別に天才じゃなくても天才でもそう、なんで自分に声かけてこううわっテンションが上がるようなねそんなね声かけっていうか思うことってすごい大事だと思うんです。でね、これ自分だけじゃなくていろんな人に対してもすごい大事だと思うんですよ。で、この間の動画とかでもお伝えしたんですけど、その存在を認めるとか愛すとかね、いろいろ伝えたと思うんですけど、
やっぱり美しい言霊は、美しいその人自身、その美しいっていうのも見た目とかそういう話じゃなくて、心とか全部美しいその人が持ったものっていうのを引き出す、すごいツールだなと私は思っていて。で、昔ね、前職、後輩育成をやることが多かったんですよ。そう、トレーナーとしての仕事というか、一つの部署でね、3、400人ぐらいいるんですよ。で、入れ替わりも結構激しくて、どんどん新しい子が入ってくる。そう。で、その、どんどん入ってきて、どんどん、まあ、辞めちゃうような職場だったでも仕方ないんですけどね。そういう環境もあるし。そう。だけど、まあ、なんかその時にね、まあ、初めましての、まあ、後輩ちゃんとかもたくさんいて、で、すごく緊張してるし。そう。でもすごいその職場って、職場っていうかその仕事自体ってめちゃめちゃ楽しい場所なんですよ。でね、そう、すごい楽しい場所だった。私はすごく好きで。なんか楽しみに入ってきたけど、なんかね、大変だったって思う子も多分たくさんいて。そう。で、せっかくのね、ご縁のあるね、後輩ちゃんたちなんてね、やっぱりちょっとでもね、自信をつけてもらおうと思って、やっぱりいい言葉かけをね、結構してたんですよ。してたつもり。忙しい中でもね、結構気をつけてそれをやってたら、やっぱね、その子たちね、輝いていくんですよね。やっぱりね、なんだろう。私がね、その職場辞めるときに、めちゃめちゃメール来て。そう。とかね、あと、なんかね、後輩育成のね、クラスみたいなのを、育成者側に向けてやってた時があってね。そう。で、その時に、いい先輩って誰ですかみたいなことを、それぞれのクラスに聞いたんですって。で、全7クラスぐらいあったそうなんですけど、後でね、教えてもらって。で、その7クラス全部、私の名前出たよって言ってくれてね。まあ、それも嬉しかったんですけど、その後輩ちゃんたちがね、まあ、こう、モチベーション高く、この仕事を楽しくやってもらうためにはね、やっぱりね、すごい、声かけとかってね、すごい大事なんだなって。でも、輝いて、なんかこう一言だけでめっちゃ輝くのがわかるから、すごい私は逆にね楽しくやってたんですけど、で今ねこの仕事では後輩みたいなのがほぼいないから、そう、まあ、私一人でやってるんでね、そう、あれなんですけど、まあ、今はね夫とほぼ毎日いるので、夫にはいろんな声かけをして、そう、まあ、楽しく私たちは生きてるんですけど、そう、だから人のいいところを見つけて声かけるってすごい大事だなーって、その人たちが輝くよなーって思うんですよ。そう。あと自分のトレーニングにもなるしね。そう。やっぱ人って、これ訓練だと思うんですけど、悪いところが目に行きがちだと思うんです。そう。そう。で、でも、まずは自分をめちゃめちゃ認めた後って、まあ、自分と人って、なんだろう。自分との関係と人との関係って結構似てるところがあって。自分を愛せない人ってやっぱり人を愛せないから、ね。声かけできなかったりね。だからやっぱまずは自分を愛することだと思うんですけど、その時にね、やっぱり美しい言葉かけるのってすごい大事だと思うんですよね。そう。植物もそう。ね、よくもうすごいいろんなとこで聞く実験はよくあるのはね、やっぱり二つの植物を育ててました。いい言葉をかけた方と良くない言葉をかけた方、どっちがうまく育ちますかっていう、もう本当に単純なことなんですけど、やっぱりいい言葉をかけた方がね、育つし、ね、こっちすぐ枯れちゃうし、で、ね、子育てもそうだし、人間関係もそうだし、すべてそう。いい言葉かけてね、私もね、できないところいっぱいあると思う、まだまだ。でもやっぱり、そういう波動がある。っていうか、不思議なのが、水っていう普遍的な化学物質なのに、そういういい波動と悪い波動っていうのがあるっていう結果が科学的に出るっていうのって、すごく面白いことだなって思っていて、これって、なんか普遍的な、なんか法則みたいなものなんだろうなって。そう。やっぱり言われて気持ちいいことって気持ちがふーって上がるのと一緒で、言われたら嫌なことってズーンって落ちるじゃないですか。多分それと一緒で。でもそれって日々の考え方、喋ってる言葉、
なんかそういうのとかって、なんだろう、私たちは、こう、知らず知らずのうち、上がったり下がったり上がったり下がったりしてるんだろうなってすごく思っている。そうね、なんかね、そうだからね、その一つ一つの行動とか言葉とかね、考えとかっていうのをね、こう綺麗なものにねしていこうって、こう振らせようって自分たちに自分たちにも人にもあなたにもみたいなそう、その方がね気持ちいいし、多分こういう風にそういう美しいものを投げかけて振らせた時に、美しいアジサイさんたちみたいにね花咲くし、自分も人もそう、そしていろんなことが世の中というか、世の中じゃない、周りの身の回りにね起きるけれども、それすらも最初うって思ったことでも、いやありがたいんだなって、あのこういうことな、こういうなんだろうな、もっと実はこうかもしれないみたいな感じで、あのありがとうって、そのことに対してありがとうって思えた時に、実はなんかその後にポジティブなことが起きたり、そのこと自体がポジティブに転換したりとか、そう、そういう風になんだろう、良くないことを良くないって決めつけると、そう良くない状態になっちゃうけど、そう、それをねくるってくるって変えちゃう。そう、なんかそういう風にしていくのがすごい大事なんだな、大事なんだろうなって日々思います、うん、そう。で、そしてね、最近とってもとっても感じるのが、私画家じゃないですか、宗雲さんっていう書道家の方いらっしゃるじゃないですか。その方のね動画をね先日ね拝見させていただいてね、いやーさすがだなって思ったのがね、やっぱりその一つ一つのなんだろう、こと、歯磨くもそう、なんかこうなんだろう、ご飯作るのもお箸ちょっと置くのもそう、そう、これを一つ一つ丁寧にやるんですって。で、私が今までどれだけ雑にねババ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 って私ね行動めっちゃ早いんで、あのいろいろねするのに洗濯物をうわーってやっちゃうしなんかねすごい適当にやってたなって思って、そうだけど確かに洗濯物をできるって、こんなゆっくりね洗濯物できるってありがたいし、もうお箸があることもありがたいし、歯磨ける歯ブラシ、今電動歯ブラシ使ってるんですけど、もう電動歯ブラシちゃんありがとうじゃないけど、なんかこう物一つ一つに愛を込めるっていうことをね、まあやってらっしゃってて、それをねやるように最近特にしてて、幸福度がマックスそう、ぜひね、あの、あ、そうなんだって思ったらぜひやってもらいたいんですけど。そう、っていうね、その、一つ一つにね、キラ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 、なんだろう、輝かせましょうっていうね、絵でした。そうね、ぜひ、個展にいらっしゃる方はぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、もう今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。はい、では、ね、皆さんにも、キラキラの波動が届きますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。